進もうとは思ってました、ずっと。でもなんか前に進むことが間違いなんじゃないかって思う時もあったから、なんか私が前進んじゃダメなんじゃないかみたいな。でももう今は本当に、今は本当にただずっと頑張ってはいるって、本当に今はもう本当に胸張っているから、なんだ笑顔大好き、ありがとうこれからもよろしく、こちらこそ、こちらこそよろしくお願いします。たまには投げ出して酔っ払ってもいいのよでは本日はゆなぎのお話を聞いてくれてありがとう、そして5周年ありがとう、みんなキッピー、なんか頑張ってくれた、くれて救われた、元気をもらえた自分がここにいます。この1年うつ病で壊れてた自分の精神や生活リズムを整えて慣れてくれて、いろんな面白い話やアニメや映画、本当に人生に色を取り戻させてくれてありがとうございます。ありがとう。